君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても、お祭り気分で行けばいい、今この時が大切だから。悪いこと起きても気持ちを切り替えれば、Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.
この巻物の中に仕込まれているこのちっぽいペットボトルとネスカフェエクセラのラベルを使ってこんな実験をしましたね。ちっぽいペットボトルにラベルをかぶせてグツグツ煮るとあら不思議、ラベルがぴったんこ、ミニチュアバージョンの出来上がりである。プラスチックが熱で変形することを利用した変な実験、そんな実験でしたね。そして今回もこれを使った実験をしてみます。このボロボロになったナマケモノ死、ほつれた糸くずを一つ拝借しましょう。この糸くずを使った実験です。これはネオジム磁石、さっきの糸くずを挟んでこの通り、糸にぶら下がった状態のネオジム磁石、そしてアルミホイルも使います。これは太めの油性ペン、こんな風にアルミホイルを巻いて下の方をカットして揃える。ペンから外すとこんな感じ、小さなコップみたいな形になりましたね。クランプに爪楊枝を挟んで、さっきのアルミのミニカップを乗せる。これで準備完了である。さっきの吊るしネオジム磁石を近づけてみる。くっつきませんね。アルミは非磁性体なので磁石にくっつかないのです。常識ですね。ノーリアクションである。ネオジム磁石を回転させながら近づけてみると、アルミミニカップもつられて回転。アルミと磁石の間には隙間が空いてるのにね。ネオジム磁石が作り出した磁場にアルミニウムの自由電子が反応、アルミニウムに渦電流が発生し磁界が発生することで力を受けるのです。意味不明だね。風で回ってる疑惑があるので瓶をかぶせてみた。これで中に風は吹き込まないね。それではやってみます。変わりましたね。風で回ってる説が覆されたわけです。ネオジム磁石が作り出した磁場にアルミの自由電子が反応、アルミニウムに渦電流が発生し磁界が発生することで力を受けるのです。渦電流とは電気伝導体を磁場内で動かしたり、そのような環境で磁束率を変化した際に電磁誘導により電気伝導体内で生じる過剰の誘導電流である。中学校で習うよね。これはほろ酔いの空き缶である。アルミって書いてあるのでアルミ缶ですね。アルミ缶でもさっきのやつができるかな。ということでアルミ缶をこんな風に切りました。さらに缶の底にはベンツのマークを入れました。そのベンツのマークを使ってこのようにします。果たして回るのか。磁場にアルミ缶の自由電子が反応、アルミ缶に渦電流が発生し
絶対に関係ないけど猫に見せてみた。ベンツのエンブレムみたいでかっこいいね。でもやっぱりちゃんと興味なし。生やしてみた。リアクションが薄すぎるね。チビ猫の場合僕はまだ眠いんだ、寝かせてくれよかな。落ちてしまいましたとさ。眠そうだね。簡単にできるのでぜひとも試してみてくださいまし。虫オラボ終わり。